Hey guys, this is the Karate Ninja here, and today we're going to be playing some more One Piece, Pirate Warriors. This is episode 16, The Scaffold, so yeah, let's get to it.今になって命が惜しい。くそったれ。夜年並みは越えられんか、白ひげ。 バナータに死なれちゃう。ドラゴンに合わせる顔面が熱ってんのに。このバキャブルめ。分かったわよ。 味方だ。そうか、お前ら味方か。ありがとう、ハンコック。また名前を。
どけ、ボア・ハンコック。お前たちに名を呼ばれとうない。そなたは先を急ぐのじゃ。ありがとう、ハンコック。待った、名前を。グズグズするな。全員で白ひげの首を取れ。こいつは、これ式で俺を殺せると思ってやがる。俺は白ひげだ。
と。それがお前たちの選んだ道じゃ。
おじいちゃん、どいてくれ。できねばエースは死ぬだけだ。嫌だ。嫌なことなどいくらでも起きる。わしゃ容赦せんぞ。ルフィ、お前を敵とみなす。今も人の親だ、ガープ。待て、私が逃がすと思うな。戦国、私の手で処刑するのみ。ゴムゴムの気がっと風船。処刑台が崩れる。落ちるぞ。撃て、処刑台ごと吹き飛ばせ。うん、爆炎の中に炎のトンネルが。お前は昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで無茶ばっかりしやって。戦えるか、ルフィ。もちろんだ。You
しおる。これは時代の残響だ。新時代に俺の乗り込む船はねえ。行け野郎ども。蹴りをつけようぜ、海軍。どこ行くんだ、エース。早く逃げねえと、おっさんの覚悟が。分かってる。だが最後に一度だけ親父と話はしてんだ。エース、じゃあ俺も行く。だいぶ追い込まれてんな。大将に出番が回ってきちまうとは。アイスクルーのモンキーディール。やっぱりお前ここで死んどくか。ルフィが苦戦しておる。今助けに行きます。アイスクルーアバランチ。よくも同胞。いや、セカンド。エースを解放して即退散とは、とんだ腰抜けの集まりじゃのう、白ひげ海賊団。船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮、千の時代の敗北者じゃけ。エース！敗北者、取り消せよ。今の言葉。逃がすな。
守るために修正か実に空虚な人生じゃあれはそうだ親父は立ち直る場所をくれたんだ親父の偉大さの何やエズさんに言われたろ逃げなきゃダメだは敗北者として知る。ゴミ山の大将にゃあつらえ向きじゃろ。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名は白ひげだ。ロギアじゃ言うて油断しちょりゃあせんか。お前はただの火。わしは火を焼き尽くすマグマじゃ。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、クロミエ。絶対に負けねえ。俺がエースを守るんだ。こいつ
意識はしちょらんよ。確かに覇気をまとっちょる。おお、ミツレ火山爆発。おお、ミツレ霊語。おお、ミツレ霊語。おお、ミツレ霊語。本気でわしに勝てると思うとるんか。よっセカンド。次はお前じゃ。ちゃんと助けてもらえなくてよ、すまなかった。何言ってんだバカなこと言うな。誰か手当てしてくれ。エースを助けてくれ。無駄だ。自分の命の終わりくらいわかる。もう持たねえ。だから聞けよルフィ。何言ってんだエース。死ぬのか。約束したじゃねえかよ。お前絶対死なねえって言ったじゃねえかよエース。そうだな。お前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ。心残りは一つある。お前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。昔誓い合った通り俺の人生には悔いはない。嘘だ。嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。
もう思いも出ねえ。ルフィ、俺がこれから言う言葉をお前後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ。今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を、愛してくれてありがとう。海賊たちに総退却を命じた白ひげエドワード・ニューゲートは海軍の追撃を一手に引き受け、何が海賊王だ、俺は弱い、何一つ守れねえ。ルフィ君、向こうへ行け、一人にしてくれ。そういうわけにもいかん。これ以上自分を傷つけるお前さんを見ちゃおれん。俺の体だ、勝手だろ。ならばエースさんの体も本人のもの、彼が死ぬのも彼の勝手じゃ。お前黙れ、次何か言ったらぶっ飛ばすぞ。それで気が済むならやってみ。もう何も見えんのか、お前にはどんな壁も乗り越えられると思っておった自信、疑うこともなかった己の強さ、それらを無情に打ち砕く手も足も出ぬ敵の数々、この海での道しるべじゃった兄、なくしたものは多かろう。世界という巨大な壁を前に次々と目の前を覆われておる。それでは一向に前は見えん。後悔と自責の闇に飲み込まれておる。今は辛かろうがルフィ、それらを押し殺せ。失ったものばかり数えるな。ないものはない。確認せ、お前にまだ残っておるものは何じゃ。
おお、ルフィ君、早速会えてよかった。チェリノさん、なんでこんなとこにいるんだ。俺今からシャボンディ諸島に行くつもりだったんだ。みんなは。いや、まだ集まってはおらんだろう。俺仲間に会いてんだ。本当にそれでいいのか。あの島で君たちの身に何が起きた。繰り返すためにまた集まる気か。私から一つ提案がある。乗るかそるかはもちろん君が決めろ。麦わらのルフィが生きていた。また海賊本部に乗り込んだんだって。一体何が目的でこんなことを。ああ、そうか、分かったぞ。了解。そうか、ルフィ。分かった、分かったぞ、ルフィ。人の気も知らないで勝手なんだから。なるほど。ああ、そういう感じに。集合は3日後じゃなく2年後。立ち止まって力をつけるんだ。そしてまた必ず集結する。2年後にシャモディ諸島で。出発。
Well, guys, this concludes the video. Comment, rate, subscribe, and tell me what you think about it. Alright, peace out.